はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフジです、では今回は提督の決断法パープキット PS 版日本軍プレイ続けていきたいと思います。もうこれゴールデンウィーク入ってしまっていると思うんですけども、収録はゴールデンウィークの前、タイに遊びに来る前に収録をしています。で、まあ、タイのね、現地でどんな遊びしてるかとかっていうのはツイッターの方を覗いていただければと思うんですが、粛々とプレイの方は進めていきましょう。前回イギリスを、まあ、攻略し終わったので、いよいよアメリカとの決戦になるんですが、ハワイに艦隊を集結させています。で、戦艦空母、新しく建造してるんですが、間に合っていないので、イギリス軍との戦いで、まあ、ヨーロッパ方面に派遣していた艦隊をハワイに戻して、今ハワイに5個艦隊を集結させた状態なので、この艦隊を動かしていきましょう。まずは第1艦隊。これ空母艦隊ですね。で、第11艦隊。これも空母艦隊です。で、もう一つが、この戦艦部隊ね。この3個艦隊を投入していきましょう。で、まあ、1回では当然終わらないかなと思うので、2回、3回と時間をかけていかなきゃいけないので、そう考えると、ちょっと一旦、動かそうとしたものの、スパイが潜り込むのを待ちましょう。なので、スパイを派遣していきます。国政から情報活動ですね。これで、ちょっと状況を見ましょう。言えたかな。おっと、枢軸軍、これドイツ軍ですね。東海岸に突入か。さすがに落とせないとは思うけど、敵の戦力そんなに多くないね。アメリカ軍は第14艦隊だけで、これ見ると正規空母が1、あとは護衛空母が1、これが撃沈されてますね。その他護衛空母2隻がそれぞれ大破中破している感じか。ドイツ軍もだいぶ戦力回復してるね。で、フォークランド沖に敵が突入。なんとか守り切った感じだな。さあ、海域情報を手に入れたと、まあ、レベル1かなとは思うんですが、突入していきましょう。で、合わせて海最上型の従順が、6隻かな、新しくできていますというところですね。ではいつもの内政をします。艦隊への配備、新しくできた艦隊への配備はもう少し時間をかけます。この後、空母と戦艦が上がってくるので、それができてからですね、新しい艦隊として作っていきましょう。ここは EMC ポートを作ります。出た。国勢で、この先の進路に当たる場所に関しては、もうスパイをどんどこ送っていきましょう。まずは西海岸ではあるもののね、まあ、西海岸を抜けば本当にもうアメリカ蹂躙できるかなと思うんで、今見た限りだとアメリカ軍は第13艦隊のみが駐留してる感じですね。まあ、ここから新しく艦隊が増援としてやってくる可能性もちろんあるので、まあ、その増援が来た場合にはその増援艦隊も含めて叩くという形になると思います。戦艦部隊1、空母1と、空母2という形ですね。戦艦はもう突入させます。まあ、敵艦隊と砲撃戦を行うと。で、空母から敵基地の攻撃を行っていきます。問題は本当にアメリカ軍が、第13艦隊のみしか出てこないのかどうかというところですかね。まあ、早速、航空隊は敵基地の攻撃に入ってもらいましょう。了解。では行きまーす。
偵察機も飛ばしておきましょうね。了解。結局了解、敵の艦隊も叩かなきゃいけないので。敵の艦隊を見つけ次第空母からは航空基地攻撃隊が戻ってきたら艦隊攻撃に、まあ、できればねしっかりと。お、敵艦隊発見したね。ヤマト型要する戦艦部隊で敵の艦隊を叩きましょう。どうだ、多いぞ、思ったより敵の艦隊。これはどう見ても1個艦隊には見えないな。2個艦隊ぐらい入っていそうな感じがしますね。もう第一波として、基地攻撃に向かってしまったので空母の艦載機はいない状態です。なので敵の艦隊に戦艦部隊を突入させます。いや、これ見ると本当に第13艦隊だけだね。だから敵の第13艦隊は16隻のフル構成で来てるということだと思います。敵基地1回で攻撃が終わらなかったか、なかなか厳しいな。戦艦部隊がおとりになってくれればいいんですけどね。航空隊着艦。お、攻撃が始まっている。これでしっかり敵の空母を沈めちゃいるね。空母が何隻かいそうなので空母をしっかり叩いておきたい。で、敵基地攻撃に関しては航空隊をもう一回出しておく必要がありそうだな。で、まあ目論見通りではありますが戦艦部隊の方に敵の航空隊が殺到ですね。ちょっと上空確認します。ご覧の状態ですね。これ今味方の戦艦部隊の上空に来てます。まあ、ここは臆せずに敵の基地に対して艦砲射撃ができる距離まで近づきましょう。それ以前にやっぱり敵のね艦隊潰しておきたいので。敵の空母を沈めておきたいよね。戦艦5隻中2隻が大破、まあ、ただここは戦艦の火力を落とすわけにいかないので戦艦はこのまま突入ですね。ただそれもここまで。あとは撤退行動に移りながら砲撃しながら逃げてもらいましょう。了解。航空隊着艦。で、戦艦部隊は随伴しているのが軽巡なんで、まあ、魚雷をね、うまく当ててもらいたいですね。まだ敵基地潰し終わらないのか。微妙なことしてくれるな。ちょっと距離があるんですよね。やっぱり空母から敵基地までの距離、往復に時間が単純にかかってるっていう状態だと思います。なんとか敵の艦隊に突入したいんだけど撤退させる艦が少し邪魔になってるな。
パッと見だけでも空母が3、4いるな。護衛空母か正規空母か、ちょっと見た目上からは判断できないですが、もうおそらく正規空母が2、あるいは3、護衛空母が1ないし2という大きさに見えます。さあ敵の空母を沈めておきたい。敵の第13艦隊に対して味方も第13艦隊ですね、戦艦部隊を突入させてますが、味方の魚雷攻撃が当たる距離まで接近できれば一気に敵を殲滅できるかなというところですかね。航空隊はうまくタイミング合わなくて攻撃指示ができていない。戦艦が一隻失われてますね。敵の空母を沈めていく。戦艦一隻失ってますが、このままなんとか敵の空母だけでも殲滅したいね。敵基地の破壊がまだ1個も終わってないっていうのがちょっと気になるな。よし、第一艦隊含めた空母部隊を少し前に出していきましょう。後ろにいすぎるんで、敵基地との往復に時間がかかってしまっているという状態です。よし、敵の空母は全艦仕留めたな。あとは敵の残存兵力、これの掃討に移ります。魚雷が届く距離にも来てるからね、魚雷がガンガン入ってくれれば。よし、攻撃隊が飛ばせる。あとは敵の基地をちょっとでも早く潰して、味方の損害をこれ以上広げないことだな。やられた。戦艦もう一隻撃沈ですね。撃沈されてますね。あとは砲撃を行っていきます。敵の基地は半分まで削れば基地からの砲台攻撃がなくなるので、まずはそこまで早く削りたい。1個は破壊完了しましたね。多分一番上の飛行場だと思います。今真ん中を戦艦部隊が艦砲射撃してるんで、下の方に艦隊を移していきましょう。まあ、もう夜になってもね、アメリカ軍も多分飛ばしてくると思うので、航空機は
雨の場合どうかっていうのはちょっと微妙だと思います。まだ日本軍の方はまだ雨が降られると、航空機飛ばせないという状態なんですけども、アメリカ軍の方はね、まだちょっとそこがどこまで開発が進んでるかっていうのがわからない状態なので、戦艦2隻の喪失だけで終わりにしたいよね。まあ、戦艦2隻失うのもでかいんですけど、この後作っている超二次型戦艦に関して言うと、もう沈まないと思うんですよね。もうそれほどに装甲を分厚くしてあるので絶対沈まない自信があるんですけど、対大和型あるいは長門とかになってくると、敵の航空機に殺到されると、まあ今回のようにやっぱり沈んでしまう。で、今回敵の航空基地が3つで艦隊が1つ、まあ、空母艦隊だったと思うんですが、それでこれだけ手こずってますからね。ここにやっぱり敵艦隊が3個艦隊、さらに増援とかもいるようなケース、まあ、マダガスカル沖の戦いとか前回ね、戦った回戦見ていただいたりすると、まあ一目瞭然だと思うんですけど、かなり損傷しますよね。従順を一隻さらに、打撃部隊から失ってます。じゃあここは時間をもう早めていきましょう。もう敵の抵抗はないと思います。いやもう本当にね、タイ行くのが5ヶ月ぶり、5ヶ月タイ行かないっていうのもここ10年多分ないんじゃないかなと思うんですけど、5ヶ月ぶりのタイ、ゴールデンウィークむちゃくちゃ人いると思うんですけど、5ヶ月ぶりのタイだからな。去年はね、毎月タイに行ったんですよ、12回。まあちょっと行き過ぎたなという反省もあって、まあ、今年はね初のタイ旅行になるんですけど、まあ、やることはね、多分いつもと変わらないかなと。あと今回5泊6日と、まあ、少しいつもより、いつもだいたい3泊4泊が多いんですけど、5泊とちょっとだけ長めなんで、まあのんびりできればいいかなというふうには思ってます。了解。さあこれで敵基地のこれが終わりました。まあ、喪失は戦艦が2、軽巡が1という損失です。まあ、ただ、第1、第11、両空母艦隊にダメージが出てないっていうのは大きいな。このまま、次のね、攻略できますからね。あ、ちなみに人材不足なので、イギリス軍提督はもうバシバシ入れてます。で、バミューダ沖に、ドイツ軍が突入か。ドイツ軍も、動き活発になったね。海大和型を2隻失ったので、まあ、ここは新たに作らなきゃいけないかな。その前に情報活動は入れておきます。バーミューダ沖までもう進んだもんな。これもしかしたらあれだな、我々日本軍がアメリカ軍の本拠地を襲う前に終わってしまうかもしれないですね。ただカリブ海にアメリカ軍第1、第9、第16と3個艦隊が入ってるね。これがどう作用するかっていうのがちょっと見ものかな。で、あとはいつもの国政をやっておきましょう。もう技術投資もね、最終局面というところまで来てます。で、
今戦艦2隻失ったので戦艦を作っていきましょう。まあ、作る戦艦はもうこの時点だとね、戦線に投入する前に戦争が終わってる可能性はあると思うんですが、やっぱりこの超二次型ですね。スペック見てもやっぱり化け物だからな。まあかかるお金、鉄もそうなんですけど、建造に21週間、51センチの主砲、前24、後ろ9、これだけ見ても化け物ですよね。で、副砲がもう前後で66で、左右で18ずつですからね。で、さらに対空攻撃が降格砲、これが40機、機銃は250個もで、もうねこれが一番の自慢になるんですけど、走行フル走行です、マックス。それで速度27ノット出ますからね。これを2隻作りましょう。はい、ではちょっと今回短めにはなりますが、ここまでにさせていただいて、次回ですね、いよいよアメリカ軍との最終決戦局面というところに入っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。